阪295-342-101、打率262、横浜285-298-85、打率270、阪神281-334-94、打率252、ハム268-291-78、打率226、巨人256-309-79、打率251、中日247-300-74、打率241、SB241-291-70、打率238、広島239-285-68、打率251、千葉217-300-65、打率232、楽天206-272-56、打率210、東京198-293-58、打率227、西武190-315-60、打率234。中日はようやっとる。で、得点は横浜ってイメージと数字が乖離してるな。チャンスで毎回併殺のイメージしかないから、実際併殺数は40で12球団ダントツだから間違ってない。チャンス出たんだ、併殺の流れでも得点圏5割やから、マークワバラが延々とそれやっとるからな。中日6位やんけ、すごいやん。大島みたいに得点圏で打つけど単打で2塁から走者が帰還できないのは意味ないと思うわ。言われてるほど楽天ひどくないやん。てか他球団に比べてチャンスの回数が少ないのがね。阪神は5月入ってから明らかにやっとるね。中日って謎に各駅停車してるから、ランナー2塁でヒット打っても点入んないからな。中日の得点圏は3塁やぞ。5年連続得点圏打率がチーム打率上回ってたチームが今年はめっちゃ下がってんな。得点圏 BABIP360、 阪神339、オリックス322、日本ハム302、 DeNA300、 中日281、ソフトバンク275、巨人268、広島247、ロッテ240、楽天233、西武221、ヤクルト。立浪と中日ファンはあと1本バーとかいつまで言っとるんやろ。明らかに単打が原因なのに。こう見ると阪神って今めちゃくちゃ上振れしてるんやな。